の底でのあなたは負けることはない。私は信じています。セイントとしてもアテナのファイト。ゴールデンランスをただの槍と思う。この槍には全ての逆を貫く全然なる力が宿っているのだ。違うとは何か分かるドラ。無駄だ。言い逃れするつもりか。苦しめるお前たちの槍でなくて何だ。この世界は人間だけのもの。自然を生物を無駄だ。こそそのものを汚し続ける人類に生きていく資格はないんだ。それ誰かに与えられるものではない。まして誰かが奪っていいものでもない。ゴールデンダンスを攻略しない。クリシナの心は折れる。いかにお前がパーフェクトウィナー。最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。これぞ鍛錬の賜物。この死今こそファイト。お前の名を我が魂に刻んだ。名乗るがいい勇者よ。ドラゴンシリーズのお座りを私を本気にさせるとは大したもの。今とどめを与えてやる。しかしお前はこのクリシナの体内を宇宙エネルギーコンダリーニを呼び起こしてしまったのだぞ。皆さん大いなる光を飲み込まれて涅槃に旅立つがいい。皆さん言っておくわ。人は無形になったところで奇跡などさえよくは起きんと。今まで燃え上がるのか。俺の子供よ。そして今こそ目覚めよ。ここで光だわよ。どうはいかない。この人の子供は宇宙エネルギーダリーグに光のみ。皆さん苦しだよ。右腕の力を。ウィナー見たか。これがセイントの力だ。これぞ鍛錬の賜物。やるブロンズファイト。空を駆けるペガサス。海を駆けるシリホン。なんてこの辺が強いかな。愚かベイトの最下級であるブロンズごとくマリーナ最強のジェネラルと肩を並べられると。ライジングピロンマリーナの実力を思い知ったかペガサス。我々はセイントを遥かに超えた存在なのか。近くて言いやがって。見てろよスーパーガンガンローリングスラッ。喜ぶのはまだ早い。まだ負けなんだ。お前の剣なんだ。私の前では無力だというか。さすがマリーナ最強の7勝負。その実力はゴールドセイントに勝るとも劣らない。これで私を追い詰めたつもりだ。お前の体などこのバイヤーの息を吐いただけで吹き飛ぶほど脆いのだ。こいつはブロンズテイントだ。ブロンズとゴールドを受けない。俺はアテナを守るテイントだ。アテナを救うためなら何度だって立ち上がるぞ。行くぜバイヤー。俺のコスモの全てをお前に叩きつけてやる。俺のコスモの方が少し上だったようだな。ちょっと手加減しすぎたかな。
コス。来いペガス。ファイト。私の体がスケールに覆われている限り、このバイアンに致命的なダメージを与えることはできん。何？スケール？ベインとクロスがあります。アリーナはスケールで身を守って、ゴールドクロスにも匹敵する高度な防御能力を備えている。私の防御がここまで見切られるとは。なぜ？以前ミスティっていうお前と同じような防御を使うセイントと戦ったことがあるんでね、対処の仕方は分かってるのさ。相当の実戦を狂ってきたよ。これが本当に対処兵の戦闘だ。ブロンズのコストなのか。通じないと言ったのが分からん。ペイントは耳も見られない。ペイントをバカにするのもそれくらいにしておくんだな。喜ぶのはまだ早いを使いすぎる最強のジェネラル。完全に敗北するなど喜ぶのはまだにかけて認められない。ペインの強さクロスで決まるわけじゃないんだぜ。燃えろ。俺のコスモゴールドセイントの位まで今こそ高まれ。どこを見ている。触れてやろう決定的な死を。喜ぶのはまだ早い。極限されたかまれペガサス水星戦。これで終わりだ。ウィナー、お前の力は、俺のコスモはこんなものじゃない。相手がファイト。ビッグタルネード。ビリシオシンマの後に聞いたことがある。上半身は美しい乙女でありながら、下半身は六本の獣からなり、船乗りを見守り食らう海の怪物。君もキスラの6つの獣の餌食となる。88の星座の中で防御では無比のアンドロメダチェーンが全てなきがごとくと。やはりアテナの戦挙など恐るるに足りん。さて6つの星獣でどれが一番お気に召したか。なんて恐ろしい男だ。まさしく6体の星獣をそのスケールに宿すスキュラの化身。ヴァンパイアイーデン。君が選べないなら私がとどめの技を選んだ。聖獣たちは皆血に飢えているのでね。ヴァンパイアイーデン。チェーンの動きが変わった。私の技が見切られている。同じ技は二度通じない。アンドロメダチェーンは甘く見ない。レビュラチェーン。ウィナー。僕の目的は僕の力だとこんなものかな。どうしてもと言うならしか。君もも、ファイト。まるでゴールドクロスのように強度と美しさを感じる。なぜ。それは僕たちのクロスがゴールドセイントの血によって蘇ったからだ。だからブロンズクロスを見ながら限りなくゴールドクロスに近づけたんだ。サンドロメダ、本当にそれが全力か。私にとどめを刺せぬ甘さは君自身の死を招く。僕は戦いが好きじゃないんだ。たとえ敵でも命を奪いたくはない。なぜ殺すんでかかってこない。僕の目的はあなたを倒すことじゃない。あの柱を切らせ。あとは
地上を救うことなんだって。ビッグトルネード、ここは戦場なのだぞ。ビッグトルネードしたとしても、アクスピラを壊すことは絶対に可能。どう立ち向かうのか。僕自身はサンダーブレイ。ウィナー、本当は戦いたくない。傷つけてしまったかな。前その程度。はいと。いい加減にしないと。今日お前が戦う相手は私ではない。いつまでなりきっている。私は招かれ、カミューの強さは真似ることは不可能だ。それだ、全力で殺す。ヒョウガ、このカミューが本物か偽物か、本気を持って知るやいい。望むところだ。南京用のジェネラルよ、カミューの馬鹿。オーロライスキューズやるぜ。ここまで見事に闘気を操り、私を追い詰めると。それだ、成長したのだ。今日から、はい、それが加入であるはずか。オーロラエクスキューション。それだけだ。いいコスモの高まりだ。この程度の闘気、死であるこの神湯は倒せん。これはお前が一番よく分かっているはずだ。今日が強さ、それだけだ。本当に前、離せようよ。ダイヤモンドラスト、降りつく。いいな、ありがとう。勝負あったな。この異様な、はいと。やめてくれマリちゃん、どうして戦わないといけないんだ。私にも勝てないようなら、ポセイドンに勝つのよ。夢のまた夢だ。やるじゃん。引き分けのないからね。おとなしく帰るんだよ、セイヤ。おかしい。どんな時でも命かけで俺を戦いの場へ導いてくれたマリーさんだ。さあセイヤ、もういいじゃないか。私の手を取りな。何者だ。マリーさんは今まで一度だって俺に手を差し出すようなことはしなかった。やるじゃん。確かを今日決めない。いつも厳しく接してきたんだ。お前はマリーさんなんかじゃない。母の正体を現せ。確かに私はマリーなんて、私の正体は知ってない。せい、あんたが一番よく知ってるはずだ。たとえマリーさんの言うことでも従えない。俺たちは戦わなきゃならないんだ。俺のパスをこっちもがみなぎる。バカだ。俺の実力見て、これが俺の実力だ。まだわかはいと。神であるという以上に神聖な存在だったね。その神が生きていた時、氷河はどんなに喜んだか。そうだな、クールに振る舞っていたあの男もボロボロに泣いていたぜ。せいやだってそうだ。幼い頃生き別れになったお姉さんに再会できた喜びは計り知れないものだっただろう。とても幸せそうな顔をしていたんです。よかったよ、幸せな気分
のまま死ねて。お楽しみ。あなたは人の心の奥底にある大事なものを汚い爪で引きちぎったんだ。絶対に容赦しないで止まるか。おかねえ顔をしてやる。今容赦しないか。できるのかお前人楽しみ。ネビラチェ、敵が何光年先に隠れていようと見つけられずに逃げ切ることなどできない。優しい主人。ネビラチェ。ウィナー、誰も傷つけたくないの。本当の力を出してしまった。地獄に入っと、うん、地獄から舞い戻ってきただと。地獄があるならお前にも地獄を見せてやる。のオクリチンはとてつもなく高くつくぞ。なんて攻撃的な家臣だ。本当にブロンズセイントなのか。どうしたリブナです。何の小手しよ。ここからが本番だ。まだ取り与えた人を何枚にもして返してやるぞ。キャピーン。これは心の痛みだ。まだまだこんなものでは終わらんぞ。もう一度お前を地獄に送り返してやる。しびれろバカめ。お前の遠心系を地獄にしてやるかな。ウィナー、この時が愛を口にするなど、フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。アイザック、覚悟。ファイト。お前とはシベリアの高原で共にセイントの修行をした中、正義の中で惜しい強さを持っていたお前がどうしてマリーナなどに。地上でセイント同士の醜い争いが起きた。俺の里はもはやアテナに地上の支配者たる力なし。新たな時代の続きが来たのだとな。何をためらっているのか。やはりお前は昔の人間、正義のためではなく、海に沈んだ母親愛方に正義と見られていただいたアマちゃんのままだ。マーマに会いに行き、鳥獣に飲まれた時、お前は身代わりになって俺を助けてくれた。その顔の傷は、もしやあの時の。そう、あの時はさすがに強かった。だが俺は救われた。伝説のクラーケン、それを救ったのはポセイドン様の大いなる力。ダイヤモンドダスト。踊りつけ。ウィナー、これで昔に戻る。増票がいくら集まってもセイントには無力。うっ、はいっと。俺を倒す。できる。絶対レードの翼を受けてみろ。ティグナス最大の剣、オーロラエクスキューション。やるさ。今こそ我が死に教えられたようにクールに徹して敵を撃つ。これは我らが死の生体の剣でもあると思え。それがお前の今の実力なのか、アイザック。いや、死
聖樹に宿る者よ。そんな汚れたこと。この俺は倒せる。弱いガキの電力をかけ、オーロラに守りにとどめを刺してやるぞ。見切ったぞ。ウィナー、クールに徹して適応。増票がいくら集まってもセイントには無力。目の前を、はいっと、オールデントロイアンブレーカー。何者だ。今から死に行く者にいちいち説明するのも面倒だ。謎を抱いたまま落ちろ。この程度か。この程度か。このシードラ、実力ではマリーナの中でも随一と実力した。甘く見ないでもらう。恐るべきマリーナ、本当にマリーナなのか。ここまで計算あるとは計算違いだったな。もう少し頑張れば俺を倒せるかもしれんぞ。その余裕のある口もまだ実力を隠している。この可能の敵ではない。ギャラクシアンエクスプレートの羽ばたきで吹き飛ばしてくれよ。これ以上お前に海底神殿をうろつかせる面倒なことになりかねん。小僧、オールデントライアングル。さあ、オールデントライアングル。クロノコスモは、この程度かまだ何者だろう。フェリックスの羽ばたきで吹き飛ばすのみよ。これほどと。この程度これほどとやウィナー、このフェニックスのクロスは本気を出すべきだったか。感じたことはなかった。してくれ。お前は誰だ。くたばりな。答えろ。くたばりな。くたばりな。くたばりな。感じる偉大な力は。またシャバリナを食べる。ジュニアソロは続けるまでに神そのものになっている。お前も悪魔を救い抜いたセイントの人はたった一人で引き抜く。シャバリナサンダーポセイドン、お前にシャバリナしてもらうよ。あくまで神に立ち向かう。シャバリナの牙受けてみな。サンダー見るんじゃないよ。ウィナー、聖夜できたよ。これが真のセイントの実力ってやつさ。お前ごときの君にはもう戦う力などない。死にたくなければここから立ち去れ。僕も言ったはずだ。一気に回復聞くことはできないと。勢力回転で外側の空気を跳ね返せばあなたの笛の音は届かないはず。エッドエンドシンボニー。どうかな。私の笛の音はそんな甘いものではない。後ろなどに来る。私の笛の音は耳ではなく直接相手の頭脳に。
心悪しき者には死のメロディーとなって衝撃を与える。それがこのセイレーンの目の根なのか。こちらだ。まだわからない。君にはもはや戦う力など残っていないということだ。僕たちは絶対にアテナを救い出す。だからここで引くことはできない。セイレーン、何か慌てみないと。デビュラッチュー。ウィナー、戦いは憎しみしか生まないんだ。本当の力を出してしまった。今か。ファイト。ステースの顔に似ず、意外と往生際の悪い男だ。死ぬことも生きることも望みじゃない。僕の望みはアテナを救うことだけだ。後ろなどにこれ以上君に付き合っているわけにはいかない。先ほどからポセイドン神殿の中で異常なコスモが放たれているのは、何か異変が起こっているに違いない。私はすぐにでもポセイドン様のもとへ駆けつけなければならない。今度後ろなど見せるか。遠いに死ぬならぞ。死なせない。追わなければならないんだ。ここであなたも殺されるわけにはいかない。聞くがいい。よく聞いてください。聖霊、あなたは悪い人じゃない。僕のネビラを見せてやったって。悪い人にあんな美しい笛の音が立てるわけないかも。聞く人の胸に染み当たる美しい旋律は、きっとあなたの心の清らかさそのものなのでしょう。エザラ、ここに来て君に善悪の判断をしてもらおうとは思わなかったな。さあ、終わりにしろ、アンドロメダ。ウィナー、あなたを殺したくない。傷つけてしまったかな。どこが悪い。そんなことも分からないのか。与えられた力だから人々に与えて返す。この程度の力が最後を見せてやるべきだ。黒い逆襲の絶望女。みんな、お前はこの兄にまだ遠く及ばぬ。私にかなうものなど言わしないのだ。どこか。一瞬のファイト。俺の長年の野望をこれほどめちゃくちゃにしたお前らは絶対に許さん。お前の命だけでももらっておくぞ。できると思うか、カノ。この程度何安くはないぞ。全て俺のせいだ。お前らさえいなければ大地と海を滑る神となれたもの。アテナのセイント、これほどと長くも見逃したと思うか。お前には過ぎた野望だったのだ、カノ。確かにお前たちのことこのカノンにとって大きな誤算だ。だがお前も大きな
誤算をしてかこのカノンの敵ではない。許さんぞフェニックス。エリックスお前が吹き飛ぶ場合だ。これほどのあるとも劣らない。これはどうだ。エーム、ウィナー、俺にはアテナがついているんだ。フェニックスを滅ぼすなど少子。せいはいっと。よせ、お前ごとき私に指一本触れることはできない。私神なのだ。何が神だ。お前の顔色が変わるまでこの剣を打ち続けてやるさ。ゴールドセイコたちが自らの血を与えてくれたこのクロスをまとっている限り。ならば重荷にならぬようそのクロスもろとも君の体を消滅させよう。無駄だと言っているのは分からないね。無駄じゃなくなるまで何度もテクト。ウィナー、海の底で眠れ。これが俺の実力だ。あよ、ブロン、はいっと。さあ、ポセイドン、そこを通してもらうぞ。お前のまとうクロスもブロンズであろうがゴールドであろうが同じこと。何をやっても届かぬとわからぬ。サジタリアスの夢で、ポセイドンの野望を打ち砕ける者は、お前しかいないんだ。ダイナさん、アガホコを受けて迷わず、俺の力を、アテナを救う力を貸してくれ。アガホコを受けてみよう。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。諦めてなんかいらない。ウィナー、これがまだ実力を出し切れてないな。お前、はいっと。サジタリアスとアイオロスよ、アテナのために、今一度俺に力を使ってくれ。神の前ゴールドクロスが何の意味も持たぬことを知るがいい。俺に残った全てのコツをぶつけてやる。たとえ倒すことはできなくても、わずかの間での運勢を抑えるんだ。神として目覚めた私に立ち向かってくる愚かな人間に。メインブレの運なるうちで俺のコスモよ、奇跡を起こせ。お前の戦いは無意味だ。俺は諦めない。アテナを守るのが正義だ。ウィナ、地上の平和を、アテナを守るのが、コスモの極みを満たせ。